てください。クラスゼロ、任務を開始する。ひどい天候だ。敵に会うのが予定より早いな。奇襲が報告されてしまう前に倒す。支援します。お助けに参上。ここからが本番だな。戦闘準備。援護を開始する。この戦いに勝っ
俺様が来たぜ。教えてやる。隊長、押してまいる。ここに最初にたどり着いたのはあんたらですか。しかし女王様をぶっ殺しておきながら
意の一番で国境を越えてくるとか、どれだけ総理をなめくさってやがるんです。私たちは女王暗殺には関与していません。あれはおそらく白虎と総竜王の。やかましい！この後に及んで言い訳かますとか、どんだけアホ野郎ですか。あんたらはただの侵略者だ。大義は我にあり、国境審判に極刑を。そして女王様の仇、宵闇の主も木の葉が天罰を下す。叩き潰して差し上げますよ。行くべきでしたね。ここでの戦いはあんたらの勝ちでしょうが、私ただで負けてやるほどお人よしじゃないんですよ。あんたらとの戦闘は私の血と肉が記憶しました。オーシハルト、ジューダロック、シャツ、戦闘記録は持ち帰らせてもらいます。今、何したんだ。わかりません。もう交わされた会話すら覚えていませんから。死の大地、カリアの決断。急げ急げ、何やってんだ。予定通り動け。交代はないぞ。負けてたまるかよ。クラスゼロ、任務を開始する。Oh!
クリスタルの攻防、終わりなき戦い。会いたかったよ。会いたかったよ。会いたかったよ。
ん？何？少々状況に変化があった。クラスゼロ、任務を開始する。これから脱出作戦を開始するわ。クラスゼロはしんがりとして敵の進行をできうる限り食い止めて。敵の本体が町に突入した。これからが本番だ。心してかかれ。行くよ。押して参る。噂の巣が確保。生きて返すな。どうやら敵に囲まれつつあるようだな。力ずくで突破するぞ。変に時間が必要だ。すまんが3分でいい。この場所を守りきってくれ。クポ、俺様が来たぜ。クポ、手加減は無用だ。もうこれを鬼にせよ。さいなら。助かる。これで少しは敵の追撃が鈍るだろう。敵を発見。
見つけた。これで終わりなのか。待ってくれ、拾ってくれよ、俺の。クポ。味方部隊はそのポイントから森に入り、敵部隊を抜けるわ。クラスゼロはその場で撤退が完了するまで時間を稼いで。汚れたちに逃げ込んだが、お主たちには似合いの死に場所だ。支援します。そらそら、抵抗一手に。Take it! Take it! Take it!
態を確認。同時刻、スザク軍本体の介入により総流軍は後退したわ。今の場所って総理の奈落。奈落については資料を用意しておくわ。時間があるときに見とくといいかもね。生き残ったようだな。本体を動かしたのはあなたですか？さて、撤退完了後返す刀で戻らなければ今ここにいるわけがありません。別にお前たちのためなどではないさ。部下を逃がし私の任務は終わったのでな。本体に合流し再び攻めに来た、それだけだ。それと私は仮は即返しが心情でな。いつ死ぬかわからん日常だ。借りなどとっとと返してしまうに限る。クラスゼロ、任務を開始する。くそ、スーザクなど。クラスゼロ、任務を開始する。目標の鉱山は山頂にあるわ。速やかに移動を開始して。
終わりだ。
輸送部隊はすでにそこを出発したわ。すぐに追撃を開始、広告に届けさせないで。以上やられるわけにはいかん。まだこれからだ。必ず持ち帰らせてもらう。この吹雪で生身とな。バカな奴ら、これが魔人の力か。
任務完了。お疲れさん。なんだい？ありがとう。ずいぶん前に頼んでたものだけど、今頃来たのか。見ていくかい？あまり面白くないかもしれないけど、僕の研究成果の一つだよ。珍しくうまくいったよ。君運がいいんだね。めったに成功しないんだけど。これはね、こいつの本来の持ち主が見ていた景色だよ。切り取られた記憶の断片みたいなものかな。悪いけど、ちょっと一人にしてくれるかい？なんだい？バレないようにするの大変だったんだから。はい、彼のノーウィングタグ。ありがとう。彼が身につけていたものが欲しかったんだ。懐かしいな。なんだかすごい昔のことみたい。こっちは私でしょ。それからカズさん、その隣がコル。思い出せないんだろ、彼のこと。僕もだよ。でも彼は確かにここにいて、僕らと一緒に笑ってた。これがその証拠だよ。たとえ思い出せなくても、この僕の喪失感は気のせいなんかじゃない。僕の耳は彼の声を聞いていた。僕の手は彼に触れたことがある。僕の体は彼のことを覚えているんだ。カズさん、エミナ君、協力ありがとう。結果が出せたら君にも報告するよ。頑張ってね。あ、それからあの子たちにあんまりひどいことしちゃダメよ。大丈夫だよ。君に使ったのよりずっと軽い薬だから。ああ。エミナ君にはああ言ったけど、君に関する思い出はもうない。でも君のことを考えると不思議な気分になるんだ。死者の記憶を失うのはクリスタルの恩寵だけど、君を失って気づいたんだ。僕は忘れたくない。忘れたくないんだ。僕は今ほど君のことを考えたことがあったかな。君の存在を示すものはほんの少ししかない。僕たちは何を感じたり思ったりしてたんだろうね。意外とみんなの記憶に残っていないんだな。結局使えるのはこの子たちの分とエミナ君と僕のだけか。記憶は頭や心にだけ蓄積されるものじゃない。体の全てに刻まれるんだ。それを抽出して形にする。難しいけどやるしかない。
やっぱりこの前軍令部長の記憶を入れたのが失敗だったのかも。あの人、自分の頭髪のことしか考えてないんじゃないのか？あ、待ってくれ、消えないで。君か。彼のノーウィングタグを触媒にして意識を定着させようと思ったんだけど、ダメだったよ。やっぱりどういったものに定着させるかは重要な問題だね。僕は諦めないよ。今回の実験で僕の理論が正しいことが実証された。記憶は肉体に宿る。そして記憶は人格を形作る。僕は彼にもう一度会うために研究を続けるよ。また協力してもらうかもしれないけど、よろしくね。会いたかったよ。会いたかったよ。最後に泳ぎに行ったのって何年前だったっけ。会いたかったよ。会いたかったよ。バレちゃったか。そうよ、その通り。私は広告から送り込まれた密偵。他にも潜入している仲間がいるのはもう知ってるでしょ。背中の刻印は仲間を確認するための目印ってわけ。広告印の付け方って知ってる？知ってるわけないよね。すごく痛いのよ。あの痛みは今でも覚えてる。戦火で焼け出された私を最初に助けてくれたのはスザクじゃなかったわ。震えてる私に毛布と食べ物をくれたのは広告軍だった。それから窓もないようなところで訓練を受けた。全部嘘なの。君の見ている私は全部嘘。どうすれば魅力的に見えるか、どう話せば相手に気に入られるか、全部教えてもらったことをやっているに過ぎないのよ。本当の私は命令が来た時にスザクを内側から混乱させ、要人を暗殺するヤッコの手先。それでどうするの？私のこと捕まえる？自分で考えろってことかな。そうだね、君の思う通りだわ。
私が自分で考えて決める。あのね、なんだか拍子抜けしちゃった。みんな信じてくれないのよ。てっきりもうみんなが知ってることだと思ったのに。君のいるここが私には居心地がいいみたい。もう嘘をつくのは終わりにしたいの。このまま朱雀の一員として一緒にいてもいいかな。黙ってるってことは肯定よ。ありがとう。何？Mm-hmm.